前半はいかがでしたでしょうか。見てない方はぜひ一度チェックしてもらえたらと思います。皆さんこんにちは。今回は後編、 NBA における感動秘話5選をご紹介します。心が温まるストーリーをぜひご覧ください。ではどうぞ。母の大きな愛情。アメリカでは2019年のドラフト会議の目玉とも言われていた選手の一人、ザイオン・ウィリアムソン選手のスピーチが感動的と話題になりました。ウィリアムソン選手は圧倒的な身体能力とそれに裏打ちされた正確なプレーで NBA での活躍が期待されていた選手の一人。これまでの実績から考えても彼が上位指名されるであろうことは確実でした。そして現地ファンの期待通り、最も注目を集める全体1位の選手として名前を呼ばれたウィリアムソン選手。満面の笑みで壇上に上がったものの、その後ドラフト会議を全米に中継しているインタビューを受け始めると、次第に瞳を潤ませ始めました。なんて言っていいか分かりません。正直自分がこの場にいられるとは思いませんでした。母は私のために多くを犠牲にしてきました。母なしでは私はここにたどり着けなかったと思います。母は私のためにあらゆることをしてくれました。感謝しかありません。言葉を詰まらせながらもウィリアムソン選手は続けました。母は私のために夢を諦めました。自分自身のことより常に私たち家族のことを優先してきたのです。ドラフト会議当日、ウィリアムソン選手は18歳。同年代とは比べ物にならないほどのプレッシャーをこれまで受けてきたでしょうが、そんな彼をそばで支えてきたのは他の誰でもないお母さんの存在だったんですね。最強デュオが最後に見せた涙。カール・マローンとジョン・ストックトンは NBA 史上にも残る最強のデュオでした。そんな2人が出会ったのは1984年のロサンゼルス五輪代表選考会ですが、代表には2人とも選ばれることはありませんでした。そしてストックトンはプロ入りし、その1年後、1985年のドラフト13位でマローンはジャズに指名されました。そして彼らの道はここで再び交差することに。繊細な性格のマローンは入団直後ホームシックにかかってしまいます。人種差別のまだ根強い南部出身の彼には、黒人人口が 10% にも満たないユタ州での生活は不安でしたが、ストックトンがいたことでその不安も徐々に解消されていきました。ジョンは一度も肌の色で人を判断したことがなかったと話すほど、彼の平等な接し方に救われていたんですね。それだけではなく、プレーにおいても相性は抜群で、若かりし頃の2人は他のどのプレイヤーにも負けないスピードでコートを疾走。まさしくダイナミックデュオと呼ぶにふさわしい姿でした。1987-88年シーズンから先発ポイントガードに定着したストックトンは、当時の NBA 新記録となる1128アシストをマークし、平均でも 13.8 本で初のタイトルを手にし、同じ年マローンもリーグ5位の平均 27.7 得点を挙げ、リーグを代表するスーパースターの仲間入りを果たしました。1993年に地元ソルトレイクシティで行われたオールスターでは、マローンが28得点、ストックトンが15アシストを記録し、2人揃って MVP に輝きました。2003年に行われたストックトンの引退セレモニーには2万人ものファンが集まりました。堂々と振る舞っていたストックトンも、苦楽を共にした仲間のスピーチが始まると平常心ではいられなくなりました。カール・マローンに至っては話し始める前から涙を流し、この日が来ないことを願っていた。ジョニーは一人の人間としていろいろなことを教えられた。そのことを一生忘れはしないと話す光景を見ていたストックトンの目にも、いつしか涙が溜まっていました。ストックトンとマローンは18年間にわたってジャズのチームメイトでした。他のどのプロスポーツを見回しても、これほど長時間コンビを形成し最高の結果を出し続けた例はほとんどありません。マイケル・ジョーダン父との絆。実はマイケル・ジョーダンは2回の引退をしている数少ない選手です。1回目の引退はパフォーマンスや怪我などが理由ではなく、お父さんとの関係が背景にありました。実はマイケル・ジョーダンが引退する前のオフシーズンの7月、マイケル・ジョーダンのお父さんが亡くなってしまったのです。お父さんはその日車で仮眠を取っていたのですが、銀行強盗に巻き込まれ殺害されてしまいました。
お父さんとマイケル・ジョーダンはまるで兄弟のように仲が良く、彼を失ったマイケル・ジョーダンは当時30歳。試合へのモチベーションとコート上で証明することがなくなったという言葉を残して NBA1 回目の引退をすることに。1回目の NBA 引退後のマイケル・ジョーダンはマイナーリーグで野球選手としての活動を始めました。実はマイケル・ジョーダンは12歳の頃にノースカロライナ州でミスター・ベースボールに選出されるなど、実はかなりの実力を持っていたそうです。マイケル・ジョーダンが野球を始めた理由は本人は明確には語っていないですが、過去に父が叶えられなかったことを自分が叶えるという思いで始めたそうです。当時 NBA の頂点にいたにもかかわらず、それを捨てて野球を始めたマイケル・ジョーダンの行動から父のことをどれだけ大切に思っていたのかがすごく伝わりますね。ですがマイナーリーグでは最初の頃変化球を打つことができず苦労を重ねたそうです。だんだんとその変化球にも適応していき、少しずつ野球も上達していきました。しかし順調に成長していると思えた野球人生も、メジャーリーグで選手会と球団オーナー側でサラリーキャップについてごたごた揉めてしまい、それを機にマイケル・ジョーダンは野球界から引退し NBA に復帰することとなったのです。野球界から引退し NBA に復帰を果たしたマイケル・ジョーダンはシカゴ・ブルズで2度目のスリーピートを達成しました。デレック・フィッシャーの大切な人。2004年夏に FA となったデレック・フィッシャーのもとには、その堅実なプレーと勝負強さを評価する複数のチームからのオファーが殺到。6年3700万ドルの厚遇を提示したゴールデン・ステート・ウォリアーズへの移籍を決めました。ですがそのオフにはトレードでユタ・ジャズへ、そしてコート外でも激動に見舞われることに。まず2006年11月に NBA の選手会長に就任、そして年が明けた2007年のプレーオフ期間中には、生後11ヶ月の長女テイタムが網膜が細胞腫を患っていることが判明しました。マナ娘の手術に付き添ったニューヨークから本拠地ソルトレイクシティに舞い戻ったウォリアーズとのカンファレンス準決勝第2戦、第3クォーター終盤に会場に到着したフィッシャーはすぐさまユニフォームに着替え、地元ファンの大歓声に迎えられてコートに立つと、オーバータイムに勝利を決めるスリーポイントを沈めてみせました。この感動的なストーリーによって彼は同年の ESPN アワードを受賞しています。オフには娘が適切な治療を受けられる大都市でのプレーを希望し、契約解除の申し出をし、ジャズ側も了承してくれました。移籍先がロサンゼルスレイカーズだったため、娘の病気を出しにして古巣に戻りたかっただけではという推測も流れましたが、ジャズとの残り3年2200万ドルの契約を放棄して800万ドルも安い条件で復帰したので、本当に娘さんを思っての行動だったことがわかります。2009年のオーランドマジックとのファイナル第4戦では、その後も13年間のキャリアで最高のショットと語るほどの残り 4.6 秒で同点のスリーポイントを決め、あのシュートで彼はレイカーズにおける自らの地位を不動のものとしたと評されるほどの活躍を見せました。コービー・ブライアント。元ロサンゼルスレイカーズのスーパースターだったコービー・ブライアントは2020年1月にヘリコプター墜落事故に巻き込まれ帰らぬ人となりました。親友の一人が未だ現実を受け入れられない胸中を綴りました。ツイッターに思いを綴ったのはコービーと同じ1978年生まれで元バスケットボール選手のラシャード・フィリップス。コービーは以前フィリップスのことをドラフトされなかった中で最高のタレントと称して実力を認めるなど、2人は固い絆を築いていました。それだけにコービーが急逝したという事実は簡単には受け入れられなかったようです。真夜中に涙で目が覚めた。君が恋しいよ。僕はもがいていて君がいないという事実を受け入れられない。頭の中で何度も何度も僕たちが交わした会話を繰り返している。僕は現実から目をそらしているんだ。途方に暮れている。コービーのヘリコプター墜落事故が起こった翌日、彼の存在を思い起こさせる出来事があったこともフィリップスは明かしています。彼がラスベガスから家に帰る時の飛行機の搭乗券にコービーに関する数字がいくつもあったといいます。コービーは8や24番を着用していました。
デビュー時から2005、2006年シーズンまで着用した8番は、コービーが高校時代に参加したキャンプの際にもらった背番号143の各桁を足したもので、イタリア時代にも8番を着用した過去があり、そこに縁を感じたからだといいます。一方、24番は高校時代初期につけていたこともあるほか、ショットロックの秒数であることや、24時間で構成される1日への感謝といった意味が込められています。フィリップスの搭乗券には 24B、ゾーン2、シート 4B、シーケンス番号81とあり、コービーのことを思い出さずにはいられなかったといいます。たまたまでもすごい偶然ですよね。君は僕を信じてくれた。永遠に感謝する。君のおかげで誇りを持って生きていけるとコービーへの敬意と愛を表現しています。いかがでしたか？人と人とのつながりはバスケットボールを通じてより強くなっているのかもしれませんね。ではご視聴ありがとうございました。